それしてた。ドギースサルーン。はい、もう始まってます。はい、え、あれはいいんですか。そのもう始まってる、これも大丈夫ですかね、うん、はいはいはい、はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。じゃあ、とりあえず、じゃあああ、茶がうまい。何飲まれてるんですか。ちなみに、え、これ先紹介してもいいかな。あ、まずじゃあ、チャンシレモンです。はい、僕は TBS93 です。たけしです。たけし、たけし、いいし、たけし。 What's up, man? っていうか、Who are you? だよ。てか、お前誰。お前誰。うん、一応俺はドギー G セントラルレコード所属でいいのか。はい、もちろんでございます。の裏ボス。絶対違う。裏ボスです。裏で仕切ってる。そんなことは全然ないんですけど、衣装とかスタイリング関係を基本的にやっております。たけしと申します。そうです、そうです。はい、お店もやられてるんですよね。そうですね、明大前で古着屋をやってます。古着屋セッション、セッションをやっております。いい店、いい店。私の今日のシャツ、そしてこのパンツ、全部セッション。あのボスの TBS は全く来ません。いや、でもこのキャップはね。あ、そうじゃん、はい、そうじゃん、キャップ。そうじゃん、このキャップはセッションで、ね、一緒にそう、取り扱ってるインコンプリート、ね、そういうことですね。吉沢くんのブランド、吉沢くんのブランドですよね。じゃあ一応仮にカッコセッションということで、カッコセッションね、はい、よろしくお願いします。いや、ほんとね、いいよね。セッションという古着屋、うん、いや、ほんとにめちゃくちゃいいです。なんかその雰囲気、なんかやっぱ古着屋ってさ、うん、めっちゃ気張ってんじゃん。あー、うん、まあイメージはあるよね。そう、うちらみたいなちょっとこう、小心者がなかなかこう、行きづらいというか。そうなんですよ。まあでも小心者にしては行きづらい2階を選んでしまったっていう。確かにね。あ、そうだね。そこね、ちょっと申し訳ないけど、はい、明大前の商店街の、うん、あ、なんだっけ、あのダイソーの対面で油そば屋の2階。なるほどね、油そば屋の2階、すずらん通りだよね。すずらん通りですね。すずらん通りの途中にあります、うん、はい、そうね、あのガラガラガラをやってしまえばもう大丈夫、うん、そう。まあこの放送を 見てくれたらもいいし、見たとか言ってくれたらもう前面ですよ、はい、ライスとかドギージー好きで押してくれればね。 95% オフ。あんたらにもしたことない。95% オフならもうタダにしてくれよ。はい、その 5% いらん。ヌプシ2000円で買えるらしい。やめて、あの全然嘘だから。はい、まあそう言っていただけたら、たけし君も喜びますんで、ぜひ。でもね、セッションはただの古着屋じゃないんですよ。はい、と言いますと、まあそのこの帽子もそうだけど、ああ、あのなんか変なことを、もうその話する。いや、今日はもうたけし会だから。たけし会ね、もう前段抜きでいきなり本題だ。あ、でもあれか、飲み物の話。飲み物の。そうだ、そうだ、ちょっとなんかさ、そうだね、なんか、うん、飲み物の話しましょうよ。そういうかなんかセッションの紹介、紹介動画みたいな動画になっちゃうからね。違う、はい、うん、もうしなくてもいいもんね、別に。うん、まあ大体知ってるやろ。ヘッズたちは。あとね、その上も持たないで、はい。カラオケとかでさ、本当に上も持ちすぎてさ、あの音が途切れる人とかいるやん。あれすっごい思っちゃう。意外とさ、でもラッパーって上持つのが基本じゃん。かっこいいってなってるもん、ね、こうとかさ、うん、ライブ映像見るとやっぱり出んねん。でもそれ PA 泣かせだよね、多分。こうね、中音域が分かるかな、今この声の違いが。中音域がめちゃくちゃ上がって、こもったようなね、質感になる。でも音のはでかくなるというね。そう、でかくなるんだよね、うん、ただただ。いわゆるラッパーとかアクセサリーをまつけてるわけじゃん、うん、これガチャガチャなったらさ、うん、それって音入んの？ね、このタイプのマイクだったら入んない、そう、声しか、まあ、あんまりバンバンやったら入るけど。あ、じゃあ周波数の話か。そう、うん、なるほどね。はい、じゃあそうなん、飲み物でも紹介しましょうか。はい、飲み物の紹介をしましょうか、はい、じゃあ私から、はい、っていうかね、なんかお便り来てて、
飲み物にまつわる。あ、飲み物も、はい、なんか夏、ありがとうございます、ありがとうございます、に合うドリンク、お酒何ですかっていう。え、ラジオネームなりさん、軽石。ラジオネーム軽石だ。みんなが大好きな、なるほど、軽石から来てます。僕はカイピリーニャが好き。わかる、わかる、うん、あれ結構さ、いや私は大好きよ。私ブラジル料理屋行ったら絶対カイピリーニャ飲むんだけど、ね、味じゃないね、夏はね。カイピリーニャってさ、うん、一応ショートカクテル的な、で酒に酒割ってるからさ。そうだね、あ、そうなんだ。だから普通に度数高いんだよね。やっぱ夏はね、たけし分かると思うけどもね、酒はね、分かんねえんだよ。俺酒飲まねえんだよ。もう味じゃないね。あ、そう、喉越し。どれぐらい夏っぽいか、ほう、これだけ。だからやっぱ南米とか。深くないよ。あのさ、飲み物にロマンを求めてるみたいな話してる。わかりますよ。わかるんだ。、はい、だってこの間さ、あの3人でタイ料理屋行ったやん、うん、その時なんかメニューに真っ青のカクテルあって、うん、あったね、俺ならこれだねみたいな。たまた車だったからね、断念したんだけど、うん、やっぱカクテル、変な色のカクテルは確実に、うん、全然まずそうだったけど、なんかブルハワイみたいな、ね、あ、そう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 。まずくていいんですよ。もうまずくてなんぼ。それじゃあ、まあそんな TBS さん何飲んでるんですか。僕は今回は、ね、あの氷入りのビール、氷入りのビール、ベトナムスタイル。そうだね、東南アジアやりがちだよね。でやっぱどん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 さ、日本も湿度が高くなってきて、夏も暑くなってきて、もう本当に東南アジアのようにね、なってきてると。なるほど、はい、いうところで氷入りビールと。なるほどね、やっぱ体現してるの。体現してますね、やっぱ。やっぱ気分変わる、変わる。涼しいもんね。もうそれ物理的に冷たいからね、部屋がね。クーラーの部屋だね、うん、外じゃないしね。でもやっぱさ、はいはい、あ、大事じゃない、こうやってたけし君と思います。ファッションをやる人としてさ、やっぱそういう急なファッションが来た、格好してる人だったら。、うん、やっぱライフスタイルもそうしてけよみたいな。いや、そこまではさ、そこまではいかない。いや、なんかなんて言うんだろう、なんかこれって結構いろんな、なんか波紋を呼びそうで、確かに、ね、あんま言いたくないんだけど。なるほどね、ファッションサイドの人からするとね。スレッズとかさ、すごい燃えがちじゃん今。そうです。あ、ファッションとはみたいな、ね、そう、なんか確かにね、すごいよくある話で、うん、バンドって生きてます。まあ確かに、わかる、バンドって知らないのに着てんのみたいな、うん、あったりするじゃん。あ、わかる。でもギャルがさ、デフレパードの T シャツ着たりするじゃん、うん、でもそこから掘り下げていったら、リーバイスのデニムなんてみたいな話になってくる、うん、なるほど、炭鉱で、なるほどね、働いてた人がもともと入ってたようなものだから、何にも着れなくなっちゃう、ね、そう、何にも着れなくなっちゃうから。そこは俺別にリンクしなくて、確かに、ね、逆は正直思う、ね、なるほどね、あ、もうこれ本当の古着の人の意見だ、確かに。古着服屋サイドの意見って感じする。すごい分かる。分かんない、そのレジェンドのさ、いわゆるもう 4,50 代もう古着で叩き上げで生きてきました、確かに、ね、みたいな人は、うん、まあ、そうなっていったりするんだと思う、はいはい、なんかその多分根底にアメリカものが好きだったりさ、うん、もう家具とかもさ、うん、小物とかもそういうので揃えちゃったりする人も結構いるから、うん、はいはい、それこそ昔働いてたお店のオーナーさんとかめっちゃアメリカンダイナーみたいな家だったし、うん、なるほどね、行くとこまで行けばって、うん、でもその人がなんかね、盆栽とか置いてたらなんか、あ、そう、なんやねみたいなことになっちゃうけどね、うん、でやっぱ好きでも別にいいじゃん。例えばさ、クラブとかでよく思うのは、うん、俺がこの格好しててさ、じゃあバーカンバーン行ってさ、はいはい、カルアミルクでみたいなことやっぱさ、なんていうのかな、わかる、その、あ、わかる、なんだろう、あ、お前カルアミルクなんだみたいな、あ、そう、お前。まあね、いいとことか悪い路線はあるよね、その、うんうん、ファッションとかは抜きにしても、そうだね、お前その感じでカルアミルクかみたいな、はい、そう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 。まあまあ、ある程度はやっぱね、その乖離しすぎてると、うん、なんか筋通ってない雰囲気が出てくる。そうなんだよね、やっぱ。だってラティーノじゃん、ラティーノ、ね、今日まあ帽子だけどさ、はい、もうそれはさ、あのテキーラ飲めよってなるじゃん。でもあの乾杯のテキーラ捨てるからね。このテキーラ捨て話は公共には載せられない。秘密、秘密、うん、これダメです。また気になる人はぜひうちのライブ足運んでいただいて。マジで超せこいことしてるんですよ、クラブで。はい、お酒強いわけじゃないからね。そうなんです、うん、好きだけどね、はい、人に迷惑かけれないんで自分。まあそれでだって全部もらって飲んで
なんか立ち上がれない方が、まあ、だいぶしんどいからね。そうなんだよね。クラブに迷惑かけたりお客さんいる前でさ、うん、俺ら倒れても仕方ないから、うん、本当そうだ、はい、じゃあ TBS の酒が終わったんですいませんね。なんか私はちょっと今向こうにあの一升瓶があるんですけど、はい、これはあの芋の水割りなんだけど、これはパンって出る、このパッケージはパンって出る、帯、ね、すぎっていう、帯すぎ、帯すぎ宮崎 の、うん、あの芋焼酎なんですけど、うん、これがね、うん、本当に夏にぴったりなの。ほうほう、芋焼酎で、芋なんだけど、でも氷も何も入ってないじゃん。いや、これはもう溶けちゃった、溶けちゃった、うん、意外とね、あの撮影前にガタガタしちゃった。そうそうそう、もう3杯目ぐらいなんで溶けちゃったんですけど。なるほど、これ本当、でもでこれめちゃくちゃ彼氏さんにおすすめしたい、お彼氏さんおすすめ、そう、うん、焼酎なんですけど、本当はまあソーダありがいいね、うんうん、ベストは夏はね、で本当、ね、夏に一番いい芋焼酎かもしれない。なんか芋ってあんま夏の感覚が、そうね、結構どっしり、あ、どっしりさ、爽やかテイストじゃないよね、うん、そもそもね。そうだから芋といえばやっぱお湯割りとか、はい、ロックでとかなんですけど、これは本当にね、割って爽やか、で爽やかって書いてんだもんラベルに。なるほど、じゃあもう夏向きだ。そうそうそう、うん、めちゃくちゃね、うん、うまいっす、ぜひお試しを、うん、はい、ほうっつって酒の話聞いてたけど、うん、僕は、はい、あ、でも待って待って、でもほらジンビーム、ジンビームなんだ、ね、のそう俺のねバーボンさのグラス、グラスでさ、これあのジンビームのなんか家族が書いてる、これ家族ジンビーム家族じゃないでしょ。あ、そうそう、その多分創設者的な歴代ヤコブ・ビーム、デイビッド・ビーム、あー、ビームさん、ビーム家なんだ。そう、ビーム家の、はい、マジの歴代が書いてる。あ、やっぱ一族の、え、そうだよね、多分これ、これそういうことだよね。そうだね、レガシーって書いてあるもんね。はい、そうだね、のジンビームの今日は、47年ものとかある？分かんない。はい、お茶でーす。多いお茶。いや、多いお茶じゃなくて、はい、濃い茶、濃いお茶。でも多いお茶だから、多いお茶の濃い、多いお茶の濃い茶、濃いやつが好きなんですか？基本濃いやつが好きだね、茶にしてもコーヒーにしても ね、うん、真夏に濃いお茶あんま、あー、ちょっと重たい、一緒に合わそうに思うんですけど、最近、うん、お茶にハマりたてなんですよ。なるほど、緑茶。そう、緑茶だね、緑茶、お茶初心者、うん、お茶初心者で、だって前嫌いだったもんね。嫌いではないけど、うん、そう、なんかでも水とかお茶とか飲んでるとこさ見たことなくない？まあ確かに水とかお茶とか飲んでるとこ見たことない。そう、水とお茶かのようにモンスターエナジーを飲んでたから。そう、水とお茶飲んでるやつダサいみたいな、ね、いや、そんな言ってないじゃん。モンエナカコーラだったよね。いや、ほんとそう、そう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 、なんか水飲んでる人はかっこいいなって思ってたの、もともとね。そもそもかっこいいとかある？いや、これあんだよ。なんかさ、その無味のものを摂取できるっていう、うん、なんかなんて言うんだろう、なんかこれ、まあ、まあでも言語化するのむずいんだけど、わかる。それで言うと、うん、私も子供の時、うん、うちの母親が、うん、あのペリエ、はい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 、はい、ペリエですね、はい、俺がバー行ったら頼むやつね。あれをいつも飲んでて、はいはいはい、かっこいいと。あ、まあ、ペリエ飲んでた。ちょっとまた感覚違いそうだけどな、それは。え、でもさ、無味でさ、うん、あんななんか、なんでもない牛乳とかさ、そうオレンジジュースとか、はいはい、うん、あんないっぱい美味しいものあるのに、うん、ペリエみたいな。俺の大学の時のカッコつけ男もウィルキンソン飲んでた。あー、なるほどね。炭酸水行きがちだよね、多分、うんうん、まあ、そう、手軽にカッコつける、うん、まあ確かに水とはまたちょっと違う、ちょっと概念が違う気がするけど、まあ、ちょっとよりカッコいいかもしれない、うん、そう、なんか妥協というかさ、なんかその自分の体のことを気にするわけではなく、うん、ただモンスターエナジー味が好きで、うん、単純に飲んでたら、ね、なるほどね、うんうん、甘いしね、むしろそっちを優先してたから、うん、で結局モンスターエナジー1日3本飲んでも、うん、合間喉渇くから、うん、途中でなんか普通のなんだろう飲むんだよ。ああ、そのカフェイン入ってないもん、入ってない。なるほどね、二度で待って確かに。あと、まあ、確かにね。そうで、この間歯医者行った時に、そう、なんか定期検診的な、うん、行った時に、お兄さん、歯がザラついてきてますザラつきが
多分いわゆる多分ストレートにその溶けてるって言わないでくれたんだよ。あ、溶け始めるとザラつくのか、ザラつくみたいな。やっぱ溶けはするの多分のか、糖分がついてるのか、もう蓄積して脂積みたいに、はいはい、になるんで、本当にあの1日1本モンスターエナジーないし、なんだっけ、なんだ、レッドブルとか、あの辺飲んでる人はマジで気をつけた方がいいっす。気をつけて今やっぱ社会的に警鐘鳴らされてますよね、レッドブルとか。なんか売り上げめちゃくちゃ落ちてるって、うん、あ、そうなんだ、うん、だってなんか本当小学生とかもさ、うん、飲むんだよね、あれ、そうだね、宿題しながらモンスターとか、うん、でかっこつけの多分最上級、小学生からちょっとしたらそうだよね。コーヒーはさ、多分苦くて飲めないけど、うん、ストゼロとか ね、規制入る入んないみたいな、あ、そうなんだ、ね、うん、そうで、あれも一応めっちゃ糖質入っててさ、糖質ってかなんかやばい砂糖みたいな、人工甘味料のやばいやつみたいな感じか、そうそうそう、うん、体にあんま良くない、それとプラスアルコールで、うん、そうそう、依存性があって、モン、はいはい、モンエナとかもガツって、うん、あの血糖値上がるようなやつで、うん、あれもすげえ依存性があると、ね、いや本当に依存性があるあれようやく立ったあれを本当ようやく立った、飲み物の話しすぎてる可能性あるわ一生飲み物の話できるけど、うん、でもみんな紹介でしました、はい、いや俺した明日か茶茶って、ね、お茶です、お茶、はい、はい、でやっぱ夏、うん、頼む酒はキューバリブレ、あ、別に冬でも飲んでるでしょ冬でも飲むけど、うん、夏も、まあ、もっとうまい夏限定ってあるかな、いや、やっぱカクテル系は夏じゃないですか、やっぱその、まあそうだね、南国の酒、それで私ジンライムとか、うん、かな、あ、ジンライム、ね、でやっぱライム、その柑橘系を入れとくと、まあだいぶ爽やかな、なるほど、感じにはなるよね、まあ、あんまりいかない、でもラム系の酒とかやっぱそう、基本あれじゃない、南国の割り方が多いよ ね、うん、ラムはそうだね、なんかさ、はい、俺まだ酒をギリ飲んでた時期があって、はいはい、多分二十歳前後ぐらいのえ、な、多分22歳ぐらいまでギリ飲んでたの。どれぐらいは飲める、普通にだってじゃあ飲んで、うん、飲み屋で飲んで帰りますって、家帰りますって言ったらどれぐらいだったらギリいける、飲み屋っていうのが意外となくて、うん、酒を飲もうっていうタイミング、飲まされるというかさ、うん、なんか飲まなあかんみたいなさ、ね、タイミングで、うん、居酒屋じゃないの基本、なるほどね、あの地元の小箱だったりとか、あ、クラブ、例えばライブハウスとか、そのバーだったりとか、はいはい、そういうところに行った時に断れない先輩からお酒をいただく、なるほどね、うん、ま、岡山伝説、そうそうそう岡山伝説、岡山伝説、はい、で俺はその時にカッコつけて、あの XYZ を頼んでた、うわ、え、なんだっけ、めちゃくちゃ気持ち悪い、なんだっけ、今もね、俺もちょっと調べてね、コカレロみたいな、いやでもなんか、なん、あの、なんかシティハンターに出てくる酒なのよ、そうだよね、シティハンターそう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 めちゃくちゃかっけえじゃんそう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 、でも結構ガチガチのやつだよね、そう結構ガチガチのやつなんだけど、俺は何も分からずかっこいいっていう、もうあれで実際にこんなグラスに入って出てくる、うん、ではショートカクテルでしょ、あ、そうそうそう、やばいじゃん、ほんとだ、ショートで一発アウト26から27度ベースラム、あとで写真を添付しましょうか、はい、添付しましょう、ラムがベースなんだ、今夜はもうこれで終わりという意味を込められて、そうそう、XYZ になってるやつ、かっこいいらしいです、いい理由、いい理由やっぱこういうね、ラムベースだっつってたから、やっぱラムベースとかそういう系のこういう締めの酒みたいな、なんか意味、意味付けられてるよね、確かに、カクテルは私も全然わかんないからな、で女子的にさ、それは、うん、今日あんたなしですみたいなさ、例えばね、おそういうのにも使えるのかねいや、ちょっと行き過ぎない、行き過ぎた行きな女すぎる、あー、なるほどねなんか丁寧な暮らしの一番果てにあるみたいな、果てすぎるだろちゃんと植物育てて、なんかちゃんとジョギングして、あ、ね、ピラティスやって、カルバンクラインの下着つけ てカルバンクラインの下着つけて、なんか料理もしっかりしたとか、そういう世界線の一番先端にある一番先にあるマックスだね、マックス、でもそういう人はその
花言葉とかで結構花選ぶタイプだね。そうだね、うん、丁寧に生きてる、うんうんうん、だけどめちゃくちゃ強い酒、うん、でもあれじゃないですか、チャンシーの姉ちゃんが丁寧にライフスタイル、あ、まあ丁寧ぶってるよね、丁寧ぶってるよね、うん、実際違います。まあどうなんだろうね。とりあえずあの札幌に住んでるんですけど、はい、チャンシーの姉がね、そう、うん、ずっとやっぱ今夏入って、はい、とにかくその札幌涼しいマウントを各 SNS でやってて、それが結構イラつくやっぱでもアーティストになったらよかったんじゃないかって俺はね思ってた。せやが、うん、やっぱ札幌そこまで住んでるだけでレペゼンしてくれるぐらいパワーがあるんだったら、なんかそっちの道一瞬あったんじゃないかなってふと。その土地レペゼンで、その住めば都をめちゃくちゃ体現するタイプ、うん、あ、じゃあ姉妹ユニットで、姉妹ユニットハーツデイルズだ、はい、いいね、いいですねR&B ユニット組もうかなじゃあチャンシー姉に交互期待で、これから、ね、何を始めるにはね、そういう発信、うん、とかはね、多分苦じゃないタイプだし、あとめちゃくちゃ自撮りおばさんだからねあ、ごめんね、せやちゃんごめんね自撮りおばでもやっぱね、すっごい社交性やばいから、はい、まあ、そういう発信する側だったら多分かましてただろうね、なんかそう思う人って結構いない周りに、あ、いるいる、なんか この人もうなんか小学校とか中学ぐらいでなんか音楽出会ってれば、うん、なんかやばくなったんじゃないかなみたいな、うん、やっぱね、そこの社交性の部分とかって結局めっちゃ重要じゃん、ね、そうだね、その打ち上げとかでどんだけ、ね、人と仲良くなれるかとか、うん、うちらその辺やっぱ本当に欠如してるから欠如してるずっと結局ね、なんか何十人の飲み会とか行っても端っこで、そう俺らで固まって俺らで話してるなんか昨日何人食べたみたいな話してるから飲み会はそう、この前 ね、うん、ライブ行って、まあ、うちらのライブ見に来てくれるこうとちょっと話したんだけど、うん、びっくりしてたよね、その俺らが固まってさ、他のアーティストとライブ、あ、そうそう、うん、PM のライブで俺らがいつも固まって他のアーティスト喋れないんだよねみたいな話して、うん、みたいなもったい生きてるのがもったいないみたいないや、ほんとね、どうにかしたいけどね。そうなんです。でもまあね、この縦長動画、このツールを使うことによって、あの非対面で非対面で我々の音楽をね、いや、ほんとね、これだった、なんか遅すぎたよ ね気づくのが遅すぎた。いや、私もだってずっと中学生からやっぱネットでしか生きてこなかった人生なわけ、はいはい、本当に、まあ、ないとは言わないけどね。そうそうそう、うん、あらゆるインターネットの媒体を使って、うん、ちょいバズりを、ね、そうちょっとだけ続けてきたもんやっぱそうなんだよ、うん、俺もやっぱこのヒゲで、ヒゲでバズったの、外を歩くのやっぱめちゃくちゃ恥ずかしい本当は本当恥ずかしいんだめちゃくちゃ恥ずいねそのいまだに恥ずかしいんだ。クラブとか渋谷とかまで行っちゃえば、はいはいはい、まあいいね、馴染むから、うん、だからカラス山、うん、カラス山って行っちゃいましたけどカラス山からやっぱ都心に向かうまでの、うん、まあ明大前ぐらいかな、はいはいはい、までがめちゃくちゃ恥ずい、一駅や特急で、いやでも本当なんかおばさんに、うん、その電車でめちゃくちゃ見られるって言ってたね。そうお母さんみたいな世代ね、でめっちゃ見られる、うん、なんだでもなんかアメカジが行き過ぎる人ってそうなるよね。確かにそうだね、うん、そのまたちょっと違うけど、うん、TBS は、うん、ちょっとラテン寄りというかさ、オリジナル、そうなんかやっぱ見慣れないんだと思うよ。ヒゲのカイゼルもそうだけど、まあカイゼルヒゲってさ俺やっぱ生きてきてローカル東京、アイクがね所属してる来るのローカル東京のチップ君がやってたのしか俺生で見たことないんだよね。何人かある、ファッション系の人いるか、いるけどなんかその、ま、2みたいにラティーノがすごい好きっていう人は俺は知らなくて、むしろなるほどね、うん、なんかいわゆるフィフティースとか、うん、あの辺のアメリカン、アメリカのあの辺のノリ、オールドアメリカの、そう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 、が好きな人、はいはい、私はダリが好きなやつ、ああね、うん、芸術系だよね、アルバドールダリが好きなやつとか、はいはいはい、そっちしか知らないな。確かにダリ
が一番有名だよね、うん、この手のヒゲスタイル、うん、でもダリとか興味ないでしょ固まっちゃったもうアートわかんないぜだからアートわかんないけどでけえちょっとブリってないこいつら目は周りが ね確かにブリってるねこれあの鹿児島神社に来る海猫と同じ目してるもん鹿児島神社の海猫ね、はい、目の縁が赤い海猫もね縁赤いからねそうそうそうああ赤かったっけ赤い、ね、赤いんだだいぶ脱線してしまいましたが、はい、ちょっと一回さ何の話してた何の話してた一回ちょっと飲み物作ってきていいそうだねどうぞじゃあ俺も茶がね、うん、ないんで、はい、じゃあ一回カットはいはまたじゃあ仕切り直し仕切り直しじゃあ乾杯からまた、まあ、乾杯って何回やってもいいって大工が言ってたから、めっちゃ酔ってる時にさあとから誰かが来てさ乾杯ってやって、うん、置くよねその置くんすよクラブでねもう別に乾杯をすることに意味あるから、あ別に乾杯して飲めってわけではないから、ね、ああそうね、そう確かに確かに、もういいって時は乾杯しておく、うん、なんかね何喋ればいいか分かんない人ってやっぱいるもん、ね、とりあえず乾杯だけして、みたいな、あでも私結構確かに当たり前のように鳴らすだけ鳴らす、うん、結構置いたりする、うん、あなんか来てくれたお客さんとかに、うんうん、あお疲れですって言って。もう俺ら逃げるからね、まあ、結局導入が大事だよねえそうだねなんかお酒交わしてくださいみたいなのがあるとさあそうだね乾杯だけしてじゃみたいなのがさ、うんうん、それはそっけないじゃんそうだねそうだね、うん、でもライブ来てくれる人は、うん、乾杯して俺らが即回れ右したら、うん、腕掴んで待てとはい生い立ちを聞いてほしいですね生い立ちを今までのねはい小学校の頃からの意味わかんなすぎるしょ俺たちをぜひ聞いてほしいです栄光の小中学生の頃をはい一番輝いてたカースト上位に君臨していた唯一神アッラーと化していた小中時代今振り返ると恥ずかしいけどやっぱ今もう本当に地球の一番低いとこにいるから地球の地底にでもさ、うん、確かにだって応援団長で、うんうんうんはい、野球部主将 で、うん、信じらんないもんねこれだもんね今いやまあまあこれだけ見たらさ、うん、そうそう別に貫禄あるし、まあ、太陽みたいな感じでさ、うん、死ぬほど暗いしいやそう喋ればさありえないってなるじゃん、うん、そうそうまあギャルが来たらもう何でもかもいやいや違うじゃんかっこつけんなよかもって何実際ギャルが来たギャルが話しかけた、まあ、あのヘッズの方で、はい、あ TBS さんいつもビート好きですみたいな、はい、感じで来た場合えまあ、そう言われたらまず一つは敬語、うん、絶対これはね初めての人は絶対敬語ありがとうございます、うん、すいませんそう聞いていただいてありがとうございます、うん、と言って、はい、回る右会話はしないまあね苦手だもんねいや厳しい別にギャルが苦手なんじゃなくてねそうだからうちの小茂木さんとかさあなたもそうですけどさほんとよく喋ってるよねその初見の人だったりいやでも言っても気使いますよ何をさ、うん、いや俺も何喋ってるのか分かんないよ分かんない分かんない分かんない、まあ、その場をねその場をとりあえずいい感じにっていうそう何を話したいかなんかさ、うん、変なこと聞いちゃってもまずいじゃん例えばなんか、うん、どこ住んでるんですかとか何歳ですかとかってさダメなパターンもあんじゃん、うん、そうだねえってな警戒されちゃうそうそうもうそこをさ塞がれちゃうともうあるやんあるやろ例えば出して例えばはい、なんだ今日は誰目当てで来たんですかとか例えばねなるほどねイベントとかだとはい誰目当てで来たんですかでもさ、うん、なんかすごいプレッシャー与えないプレッシャー与えるか、うん、今ポッてなんか言っちゃったけど、うん、普段どんな音楽聴いてるんですかとかか、ねうん、でもそう興味にでもこっちから話しかけるっていうのは基本ないじゃんないっすねやばいよねこっちからさ、うん、かわいいね
そういうクラブには行かないですからね。行かない、いやでも私今日ネイル行ってきたんだけど、そのネイル初めての見しといてネイルかわいい、うん、わあ何初めて行った、うん、とこだったのね、はい、でなんかそのカルテみたいなので、うん、そのどういう過ごし方がいいですかみたいな、あこの場内でのね、そうでなんかおしゃべりしたい、はい、静かに過ごしたい、そうそう、うん、どちらでもいいみたいな、あいいね、はい、そう、あいいなと思って私は静かに過ごしたい、はい、やったんだけどまあまあ話しかけてきてでなんか話しかける割には静かにしてほしいに丸したのに、そうまあまあ話しかけてきたんだ、で本当に脈絡なく、はい、いやこの人へ会話下手だなって思ったんだけど、うんうん、え学生時代何部だったんですか俺もね、うん、そうなっちゃう、いやわかるよ、でも、うん、でなんかネイルしながら言われたから突拍子もない感じだよね、なんか例えばなんかあなんかね豆あるとかね、なんかとかそういう、うん、何かのつながりがあって聞いてんのかなと思って答えたら、あそうなんですねって終わったからで結構やっぱさ勇気振り絞ってんだよ、でも向こうもでもルーツとかさ 中盤だよね、やっぱその何部でしたかとかさ、うん、ちょっとの昔話を言うみたいな、うんうんうん、そうね、でも、まあね、マニュアルに書いてあったんだろうね何部か聞いておけば、でもそれコツ見つけたかもしれない、さっきの音楽 の、うん、あの誰目当てで来たんですかじゃないけど、うん、ただ爪だったらやっぱ爪からまず攻める、はいはいはい、まあ、ギャルの場合はね、そう、うん、ではそのなんつうの爪のフィールドじゃんいやでもそのネイルは爪のフィールドだからちょっと2がさ爪を褒めてるのを今想像したのね。例えばだよ。だから俺すっごい面白いよ。いや、いきなりクラブで爪褒め始めたらそれ突拍子もない話じゃないよ。だからクラブだったら音楽の話をすればいいし、うん、爪のフィールドだったら、うん、そう例えばネイルとかよくやりに来られるんですかみたいな、あ初見の店だったらね、うん、爪のフィールドは爪の話、まあ、そこからやっぱそのね毛細血管のようにそう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 、己のフィールド分かれていく、そうだから服のさ、うん、あのたけしのお店来たいお客さんだったらじゃあ、うん、普段古着とかよく着るんですかみたいな、あまあそうだね、いやもう本当その会話の一年生だよ、これはねめっちゃ今日ね、うん、今めちゃくちゃひらめいたそれね多分大体の人もできてるんだよなまず音楽まず音楽まず音楽のっていう、ね、とこは頭に入れておきたい、その段階踏むっていうことをやっていこう、やっぱハッと思ったもん、俺も行っちゃうもんクラブで初めて人に何部だったんですかって聞いちゃうんだ、いやほんと私もびっくりして今日だからそうなっちゃうねそうそう、でもやっぱ引き出しがもうめちゃくちゃひらめいた今マジでよかったね、うん、そうやっぱ応援団長、はい、野球部主将を輝かしいあの過去を持っててももうなんか結局やっぱね取り繕ってたんじゃないかみたいなね、その当時ね、いわゆる陽キャとして多分生きてしまったからゆえに、そうなんなんか頑張らなきゃいけないみたいなあるじゃん、当時はさ、しかも向こうはこっち知ってんじゃん、うん、そのやっぱさスクールカーストになるものもさ ね、そこそこ上にいたとしたらさ、うん、だからさ、うん、もう俺は別にね、そう相当な不祥事がないと下がることはないからね、そうね、でまあインタビュアー的なスタンスでいたってことでしょ、うん、そうそう、で今はもうさ、うん、なんか変な見た目したさやつっていうところからのスタートじゃん変なヒゲのやつそう、そこがやっぱね自信そがれる一つの要因じゃあやんなよめちゃくちゃ恥ずかしいしねでやっぱね、うん、こういう音楽やるなら、うん、こうあるべきだと、まあまあそうね、まあ、やっぱ一個ねそのブロックスにつながるみたいな、うん、やっぱ一個はそういうアイコン的なものが絶対あった方がいいからね、そうだよね、スキニーとか履いといてほしくないもんね、確かにでもトラップ打てないしたけし前ちょっと話したけどスキニー流行ったじゃん俺ら、2012年ぐらい、うん、流行った流行った、入ってたよ、入ってた、うん、ねなんかその俺その時居酒屋でバイトしてて、うん、でもその足がやっぱごついじゃん、ごついごつい、うん、なんかこれだとちょっとお伝えできないけど、はいはい、あのふくらはぎ含め太もも多分もう野球部でしょ、うん、俺バドミントン部でもうなんか多分足腰を酷使してきたがゆえにごつごつなのよね、鍛えすぎた、そうだからその流行ってたから、うん、やっぱ履いた方がいいのかなみたいなのあったんだけど、うん、なんかスキニーを履いて
なおかつそのちょっと1年後ぐらいに2枚履き流行ったの覚えてる、うん、2枚履きっていうのはスキニー履いて、はい、ああショーツ履くみたいな、あれの時にやっとった、そうそう、あれの時にやっとったでやっとったよ、あれの時にようやくあこれはありかもしれんってやってたけど、それはいけるよね、いけるんだけど、カモフラージュ、そう、あそう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 、ただ暑くてやんないっていう、なるほどね、多分当時のなんか日本の気候で今みたいにそこまで暑くなかったと思うけど、うん、多分マックスでもまあまあ順番によるけどね、うん、地元違うから32、3度とかの、うん、イメージあったの、うん、朝登校するときなんて27度、8度ぐらい、はいはいはい、長袖着てたじゃん、そうだね、高校の時って、うん、だからめっちゃ暑くなってるし、で今やろうと思わないけど、あ確かに当時は確かに2枚履きとかあった、2枚履き、今はなんかそれがリバイバルしてスカートをレイアウトするみたいなね、なるほどね、あー2枚履きやった 10年ぶりに聞いた、これやばい来たね、2枚履き脳汁、2枚履き脳汁、2枚履き、あとビッグシルエットの、うん、多分流行りがジェミニーそこら辺で来てるかな、はい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 、そうっすね、うん、ポテトのジャージ欲しかったしジェレミーもほんと脳にブーって入ってくるよね、そうテイクさんが次はジェレミーだろう、はい、これを見てる30ぐらいの30前後の紳士淑女ジェレミー・スコット、ね、次来ます、はい、次来るんだいや俺は絶対なんか謎にジェレミーのなんか、いや謎にやっぱ履いてたよね、だし、うん、なんか香水とかも買ってた、香水も出してたんだ、そう、やったよねアディダス、そうそう、クマがいたりさ、ね、キャットストリートに昔アディダスあって、なんかそれ、うん、高校の時高速バスで来て、うん、なんかジェレミーのやつ見に行って、うん、やっぱでも高いから買えねえわみたいな、うん、記憶がある、見るだけ見て、はい、見るだけ見て、うん、あれはね俺通んなかったんだよね、なるほどね、うん、羽生えた靴だよね、羽生えた靴ねでも結構みんな履いてたから、なんかちょっといいなっていう気持ちは少なからずはあった、うん、みんな履いてるっつってもそのちょっと派手なやつや、そうだね、結構派手じゃないと思う、結構派手だいわゆる原宿っぽい、そうだね、私あのビッグバンとかさ、トゥエニーワンとか好きだった、はい、ああ G ドラゴンとか、あの辺めちゃくちゃそう使ってたから、うん、だからそれで憧れてたのね、私は、やっぱビッグバンとかの MV とかさ今見てもえぐいダサいやね、服やっぱりいやそうまあまあ今見たらね、今見たらね、当時はでもかっこいいくてさ真似もしてたけど、うん、今見たらやっぱえぐいダサ、まあまあでもあれも回ってくんじゃないの、そうだよね、だからこれもさ今のこれもえぐいダサくなる可能性あるし、うん、それこそね、今それこそ平成ブームじゃないですか、はい、そうですね、いやそうなん、全体的にどうなのか分かんないよ、その母数的になる言葉もありますから、ね、そうそう、 Y2K なる言葉もあるし、はい、いやうちに来る子でもやっぱ 10% ぐらいはやっぱ Y2K っぽい子いるし、そうだよね、うん、Y2K ギャルいいよね、そんな別に Y2K うち提案してないけど、うん、まあ2000年代っぽいテンションというか、あの辺はハマればね買ってくれる子、そうだね、でもあの平成感はさまたちょっとそう違うよね、うん違う違う、うん、なんか違う、また完全再現でもないじゃん、なんか、ね、まあでも完全再現はさちょっとなんかなんかだからまあオリジナリティあっていいと思う、まあそリバイバル意味があんまなくなるね、そうそうそう、珍しくファッショントークになっておりますがあごめんねいや大丈夫せっかくじゃあファッションつながりで、ファッションつながりで、はい、そう最初にね、うん、言おうと思ったんだけど、はい、そのセッションは、セッションは普通の古着屋じゃない、はい、おかしなことをたくさんやってる、なるほど3,40 分ぶりにその話を繰り返して、はい、なんですけど、うん、まあもうね、あのもうどうこうっていう話じゃないっていうのは、うん、まあそのもう受注が終わってしまった、ああはいはいはい、ですけどなんか、うん、すごいオリジナル商品を作ったんですよね、まあ、いやそうなんですよそこのあなたもう買えないんですけど一応ね履いてるねこれが一応そうなんですけど見えるかな、ちょっと立ってみてここにあ、いいね、分かる分かる見えてる、いわゆるねそのコンバーチブル、ここ、はい、ジップついてんだけど、コンバーチブル、コンバーチブルっていうのはですね、はい、あのね、もう顔見てないもう大丈夫、あのですねコンバーチブル、いわゆるそのコロンビアとかノースフェイスとか登山系のブランドで、はい、まあ長ズボン履いて山登るけど結構暑くなってこのここら辺取っちゃうみたいな、取れちゃうズボンが、はいはいはい、短パンにできるみたいな、
グッズとかによくありますよね。そう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 、うん、なんかそれをなんかスラックスでやってるところを俺は見たことがなくて、うん、その古着のバイイング自体も多分10年近くはやってるけど、うん、いや分かんない、そのレジェンドの方からしたらね、うん、その、はい、あそういうのあったよみたいな人もいるかもしれないけど、うん、俺はその10年のバイイングの中では見たことがなくて、うん、でもう作っちゃえと。なるほどね。そう、まあ、スラックス本当ないよね、うん、そのそう、あの、まあ、そもそもきっちり履くのがさ、そもそもだからさ、うん、ね、紳士の、うん、紳士パンツだもんね、取り外すってことないよね、うん、すごい。その発想はどこから生まれたの？もともとはその佐野に、あ、佐野っていうあのセッションのうちの店のスタッフがいるんですけど、うん、その佐野に多分年明けぐらいに、まあ、俺誕生日が6月なんだけど、はい、なんか誕生日にたけしさんが欲しいものをオリジナルで作りませんか。なるほどね。そう、え、じゃあ個人的に作ってあげますよみたいな。そう、個人的に作ってあげますっていうお話だったことはね。なんだけど、いざ物ができて、これ社運かけた方がいいっつって、社運かけて売り出した方がいい。出来上がった もののクオリティが多分画面越しだと多分分かんないと思うんですけど、うんうん、一応あれ動画どっかに載っけてんだっけ。動画は、店のアカウントと俺の個人のアカウントには載っけてるけど、じゃあリンクつけときましょうか、うん、YouTube の、ね、下にリンクつけときます、まあ、スラックスの動画と言えるかちょっと分かんない、はい、あの不穏なショッキングな湿気を感じるショッキングな、ね、動画になったけど、ディレクテッドバイ黒木、黒木亮太、間違いなく、そう、ね、いやすごいいい動画になってましたね。いや、で、まあ、その一応、まあ、その話になったんで紹介はするんですけど、ちょっとマイク持ってたら無理だな。テレンテレン、このね、こういう3タックでっていう、まあ、なんだ、3タックだ、まあ、ポイントとしては3タック、ここがコンバーチブル部分が結構また下の長さがある感じね、はいはい、はい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 、あ、助かるねここのね、股髪も結構深くしてて、あ、なるほど、いわゆるその言うてもなんだろうな、 B ボーイイズムをやっぱ少しはやっぱあって、あ、このレーベルに所属してるのもあるし、揚げパンしろってわけじゃないんだ。揚げパンできるけど、うん、揚げパンしろってわけじゃなくて、そのさ、いわゆる B ボーイがこのケツのさ、このこれ、うん、これ今見えるかな、シャツで見えないと思うんだけどさ、このケツの部分をさ、なるほどね、出してるのって、うん、俺すげえバランスいいと思ってて、うん、でなおかつそのちょっと地下のライクな感じの丈感、うん、ちょっとソックス俺そんな長くないからあれだけど、なんだ、俺ちょっと今ウエストで履いてるからなんだけど、はい、あ、腰パンすると、まあ、そう、下げ目で履いてもいけるように、ウエスト量もすでに下がってるね、ちょい下げ目、うん、そうそう、ウエストもね、まあ、ゴムでやって、うん、でさっきのグレーの、まあ、コットンリネンの素材と、うん、こっちのなんだろう、ウールモヘア、いやコンボ、これね、なんか見たことない、なんか、いや、これもその触った感じなんか不思議な、なんかめちゃくちゃハイブランドのさ、うん、パンツとかで、あるよね、そう、いわゆるジャガー通りというか、うん、その富士山のふもとに富士吉田町っていう生地の産地があって、はい、でそこが、まあ、いわゆる国内のビッグメゾン、うん、まあ、海外も含め、うーん、結構なんだろう、なんていうんだ、普通の服作ってるブランドじゃなくて、これ言ってわかるかわかんないけど、うん、その一世とかのプリーツ系だったりとか、うんうん、何この素材みたいな作ってる、ギャルソンとかでも幼児とかでも多分あるんだけど、生地屋さんなの、生地の産地、そうそう、生地屋さんが、まあ、うん、何個かあって、なるほどなるほど、そうそうそう、工場さんが、うん、その中からその回って、でこれとすごい、ね、グレーと選んで、ね、大掛かりな、なんかソファーカバーとかだよね、多分そっち系ですね、うん、カーテンとか、そう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 、高いカーテンとか、はいはいはい、なので元々何に使うようか分かんないけど、まあ履き心地はとりあえずそんな良くないよねこれね、そんな良くないんだ、ちょっとチクチクしちゃうからね、はい、まあ、チクチクね、でもおしゃれは我慢ですから、うん、まあ、なんか一応店の人間なんで、はい、履いとくかっていう、なるほど、ね、履いてますけどすごい正直レビューじゃんだから、まあ、もう受注はできないんですけど、うん、
やっぱこっちの方が履き心地がめちゃくちゃいいから、うん、ね、触った感じもちょっとテロッとしてて、そうそう、柔らかくていいよね、うん、夏も全然履けるもんね、夏全然いける、これね、うん、今日履いてたけどね、 しんどかった夏は一応しんどい、うん、まあ裏地つけるから、はい、こことケツはね、あ、そうなんだ、うん、温めなきゃ、ごめんなさい、変な間をね、間を与えてしまってごめんなさいね、まあなんかこういうのを作ったりとか、まあ古着に関してもなんて言うんですかね、形容しがたいんだよね、うちの店の、うちの店の服、本当なんか本当これっぽいってのはないよね、そう、大まかに言えば俺が好きなものを置いてるだけっていうか、なるほどね、うん、俺が好きなもの、うん、そのスタッフの佐野が好きなものを置いてるだけっていうのが、うん、まあ、本筋ではあるんだけど、うん、でそのブレはない感じはする、ブレはないと思う、そうだね、前の屋号の時から内容も全然変わってないもんね、前の、うん、そうね、変わってない、もともとね下北で3年ぐらいやってたんですけど、そこから3年か、そうそう、その後、2000何年だ、今日、今年何年、私24年23年に22年23年か、うん、いやでも明大前来た時にはもうドギー G 入ってて、でうちから花を送ってたから、あ、そうそうそう、だから前のテナントの時から知ってるじゃん、そうだよね、多分なんだ下北後期ぐらいから一緒にやろうよ、うん、そうだね、3、4年ぐらいは一緒にいるか、うん、なんだかんだ、うん、そんなになります残念ながらまあなんかね、衣装関係あれば、そうだね、うん、いつもやってもらってたし、うん、なんか大きいイベントあるときは頼ってたし、うん、MV だったりなんだり、うん、引き続きでね、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、こちらこそ、じゃあまあ一旦この回は打ち切りで、はい、打ち切りだ打ち切りでちょっともう一回、うん、仕切り直しでお便り系をね、お便り、はい、行きましょうか、行きましょうか、すみません、ベラベラね、俺が意外と喋ってるから、ね、いやでもなんか普段さ、はい、ずっとなんか ふざけてる、いやわかる、うん、なんかこういうさ、うん、こうやってなんかカメラを回して話すと、うん、なんか意外と深みのある人間なんだってなるよねいやそうそうそう、なんか時折さ普段ベラベラ喋ってて突っ込んだ話すると答えるけど、あ、別にその言わないじゃん、そう、ね、自分からベラベラ、うん、まあそれがいいところでもあるんだけど、褒めかい、いやだから意外と、まあ、ありがとうね、やっぱ服屋なんだやっぱ服屋なんだ服屋ということ知れた回、はい、ということで、でもドギー G に欠かしてはいけないピースですから、いや、そうです、ありがとうございます、引き続き貢献はい、じゃあもう一回、次回も TKC に、うん、はい、やっていただくということで、じゃあ卵かけご飯TKG だピースよじゃあお疲れ様です、うっそ